メキシカンマフィア、あるいはラエメノイは、アメリカ合衆国における体系化されたメキシコ系アメリカ人の犯罪組織である。名称とは裏腹に、メキシカンマフィアはメキシコではなく米国カリフォルニア州の刑務所内を源流としており、メンバーも南カリフォルニアのストリートギャング出身者で構成されている。フロレンシア13などのスレーニョスは、 13という数字をメキシカンマフィアへの忠誠の証として用いている。捜査当局はラ・エメがカリフォルニアの強制施設内で最も強力なギャングであると報告している。政府当局は現在155から300の公式組員と正組員になることを望んで彼らの違法行為に協力する990の関係者がいるとしている。 メキシカンマフィアはロサンゼルスの近隣勢力とは異なり、1957年にマイケル・カーディエルと13のヒスパニックのストリートギャングの構成員たちによって結成された。彼らは皆、デュエル職業訓練機関に収監されたことがあった。当初は他の刑務所ギャングから身を守るための組織であった。大エメの創設者、ルイス・フエロバフ・フローレスはカリフォルニア州、 ハワイアンガーデンズのギャングの権役構成員であった。ヒスパニックの近隣ギャング艦構想は1950年代から60年代にかけて日常茶飯事であり、事実、ルイス・フローレスが当初不可能だと思われていた刑務所の中に入り込む彼らの競争を取り除く敵として地位を固めることができたほどであった。この必須要件は現在まで残っている。ホワイトフェンス、アベニューズ、 クラントン14、サンフェル、バリオ・ヌエボ・エストラーダ等のヒスパニックのストリートギャングはすでに結成から20年近く経過しており、確固たる自立した存在になっていた。ルイス・フローレスは、最初は、デュエル刑務所の闇市場を操れるような非常に恐れられる組織を作り上げようと、暴力的な構成員をギャングに投用していた。イメの員、レモン・ムンド・メンドーサは、 全体的な目的は、刑務所内を恐れさせ、服役中の刑務所内での快適さを満喫するためであったと主張する。1961年までに、デュエル刑務所内での暴力は、管理者が多数のラエメの構成員たちを暴力行為阻止の、タメサン・クエンティン州立刑務所に移送せねばならない、ほどに悪化していた。しかし、この作戦は失敗した。 シャイアン・カデナがサンクエンティンの加藤刑務所に来ると、6.5フィート300ポンドの黒人受刑者が彼の顔に口づけて、この痩せこけた10代の少年が彼の女となったことを宣言した。カデナはしばらく後に戻ると、その疑うことを知らぬ捕食者へと歩み寄り、ジェールハウスナイフあるいはシャンクで彼を視察した。線を越す受刑者が刑務所にはいたが、いかなる証言も出てこなかった。 ラエメの構成員による一連の殺人はすぐに、サンクエンティンの受刑者たちの間で噂となった。メキシカンマフィアの完全な支配の追求は、彼らの傷害、殺人、時計、指輪、タバコなどの貴重品を狙った窃盗を心よく、思わない多くの他のメキシコ系の受刑者たちを、遠ざけた。彼らの一部は、 ダヌエストラファミリアあるいは我らが家族と呼ばれる新たな刑務所ギャングを密かに設立した。これは最初は1960年代中期にカリフォルニア州ソレガードの刑務所において設立されたものであった。初期の構成員はロサンゼルス出身であったが NF はすぐに主として北カリフォルニアの村落出身の囚人たちを引き寄せるようになった。メキシカンマフィアは ヌエストラファミリアを劣等組織であり、ただの農夫の集団とみなした。しかしながら、1968年、メキシカンマフィアの兵士がヌエストラファミリアの支持者から、靴を一足盗んだことがきっかけで、サンクエンティンで大規模な暴動が発生してしまう。19の受刑者が負傷し、大エメの協力者一人が、最終的に死亡した。靴戦争として知られる構想が始まり、 ヌエストラファミリアは、ラエメの最大の対抗勢力となった。ラエメとニューメキシカンマフィアとは混同してはならない。1974年頃、アリゾナ州フローレンスの州刑務所のヒスパニック系、受刑者の一団が、メキシカンマフィアとして知られる、刑務所ギャングを結成した。アリゾナ厚生課の刑務官は当時、カリフォルニアメキシカンマフィアができて、数年経ってから、 この一団が結成された情報を得た。アリゾナの刑務所システムの中に来たヒスパニックが、カリフォルニアメキシカンマフィアの概念と哲学を持ち込んだ。1978年、メキシカンマフィアは2つの組織に分裂した。一方は、元々の哲学と体制を保持し、現在、彼らは、オリジナルメキシカンマフィア、カリファスファクション、エメなどと呼ばれている。 もう一方は1984年に顕在化したもので彼らは新メキシカンマフィアと呼ばれている。互いにメキシカンマフィアの故障をアリゾナの刑務所の中で主張したため結果として互いの構成員への暴行、殺人が起きることとなる。彼らは彼ら自身の規則を作り組織構造を作り上げた。互いの構成員は官員と指導者に関する問題への投票が 許されている。構成員によって認められた指導者は重要な問題を独断で決定する権力を持つ。そうした構成員の中にはかつてラエメの構成員だった者も,もいた。捜査当局はラエメが現在一人の指導者によって引き入られているとは考えていない。多くのメキシカンマフィアの構成員は殺人や海外のその他多くの犯罪行為を命ずる権限を持っている。 彼らにはそうした命令の実行を助ける千人近い協力者がおり、スレーニョスの構成員を理論的統制下に置いている。彼らは、説盗や殺人を含めたラエメへの忠誠心のテストに加わることを期待している。命令無視あるいは任務失敗に対するペナルティは、多くの場合、死である。ギャングの規約によると、構成員は四つの主要内反を犯した者もまた、罰せられ、 殺されるという。それは、密告者になること、同性愛行為をすること、卑怯な行為をすること、構成員に向かって無礼な行為を働くことである。ギャングの方策によると、メキシカンマフィアの構成員は3人の構成員の投票による事前承認なしに殺人は行わないが、非構成員の殺害には公式の承認は必要ないという。 1960年代初めにサンクエンティン刑務所でルイス・フローレスとルディ・シャイアン・カデナがメキシカン・マフィアの構成員に地の制約を定めた。その制約が定められる前まではメキシカン・マフィアの構成員は釈放後ストリートギャングに戻ることが許されていた。新たな制約は構成員がメキシカン・マフィアを抜ける唯一の手段は死であると定めた。 フローレスとカデナはまたギャングの解立も定めた。それは次のような方策を含んでいた新たな構成員には現構成員による保証と現構成員全員一致の承認が必要であること、自分の家族よりもギャングの仲間を優先させること、捜査当局や非構成員の存在をメキシカンマフィアの中から排除すること、 他の構成員を尊重すること、週間前にあった路上での対立は水に流すこと、などである。ポリシーに違反したギャングの構成員の処刑は彼を保証した構成員が行わなければならなかった。大メは地により入り地により出るの心情がある。つまり、入会には殺人や流血が必須であり、脱退しようとする者は全員殺されるのである。レンドン L42 によると、 次のような規則があるという、密告構成員は密告者になってはならない。卑怯構成員は卑怯者になってはならない。構成員間の構想禁止構成員は他の構成員に制裁員以外で手を挙げてはならない。無礼構成員は他の構成員の妻や恋人との同金も含め他の構成員の家族に無礼を働いてはならない。窃盗構成員は 他の構成員から盗んではならない。干渉構成員は他の構成員の問題に干渉してはならない。メキシカンマフィアは南カリフォルニアにおけるほぼすべてのヒスパニック系ギャングの組織を統括している。南カリフォルニアにおけるほぼすべてのヒスパニック系ギャングの構成員は死の恐怖の下でメキシカンマフィアからのいかなる命令をも遂行することを強いられている。 メキシカンマフィアは、またアーディアン・ブラザー・フットと,とも、刑務所内の共通の敵と戦うために緩い、同盟関係にある。メキシカンマフィアにとっての一番の敵は、ヌエストラ・ファミリアである。メキシカンマフィアはまた、ラ・ヌエストラ・ファミリアと緩い同盟関係にある、刑務所ギャングである、ブラック・ゲリラ・ファミリーと対立関係にある。また、ブラッツやクリップスとも、新たに対立するようになってきている。 メキシカンマフィアのシンボルには黒い手が含まれる。かつて構成員たちにタトゥーによく用いられたシンボルは交差させたナイフを囲む炎の輪に乗ったメキシコの国章であった。またメキシカンマフィアに協力するストリートギャングはしばしば13という数字をギャングの仲間を表す印として用いる。なぜならば M は現代のラテン由来アルファベットの13番目の 文字だからである。メキシカンマフィアは1992年の映画アメリカンミーで取り上げられたことでよく知られるようになった。この映画はエドワード・ジェームズ・オルモスが監督研修役を務めることで制作された。彼はギャングを足ざまに描いたことでメキシカンマフィアから殺害予告を受けたという。この映画の二人のコンサルタントが映画公開直後に殺害されたが、それが メキシカンマフィアによるものなのか、あるいは、怒りを買って、殺害予告が出されていた直近の解雇によるものなのかは明らかになっていない。メキシカンマフィアは、ロドルフォ・オカデナ殺害が、ギャングの構成員によるものと描写したことに怒りを覚えたという。メキシカンマフィアはまた、登場人物の一人パペットが、後半に、兄リールパペットが、ライエメを侮辱したことで殺害し、 同性合勘を行ったことにも起こったという。オルモスは後に拳銃を隠し持つことの許可を申請したが、却下された。また、殺人の罪でペリカンベイ州刑務所に収監されたが、未だ存命であった上毛ガンは、主要登場人物の一人に自分を許可なく、モデルに使ったとして、オルモスとユニバーサル、スタジオと他のプロデューサーたちに対して50万ドルの訴訟を起こした。日本では、 劇がゴルゴ13代125巻、血まみれの刑務所において、大夢をモデルにしたと思われる、R が登場する。連邦捜査局によると、メキシカンマフィアは、白人系刑務所ギャングであるアーリアンブラザーフッドの、行う契約殺人の準備を行っているという。メキシカンマフィアと、アーリアンブラザーフッドは互いに、アフリカ系アメリカ人のギャングである、 ブラック・ゲリラ・ファミリーを共通の敵としている。同性愛者は、大エメの入会が禁じられているが、一方で、刑務所内では彼らによって同性への売春が行われている。ロサンゼルスのハイランド・パーク地区のアベニュー・ギャングによる路上での殺人の多くは、メキシカン・マフィアの命令によって行われるものである。メキシカン・マフィアは、刑務所の内外における多様な犯罪行為に関わっているが、 主要な財源は刑務所外の薬物販売者からのみかじめ料と刑務所内外での麻薬販売である。1992年に大エメのスレーニョスに対する影響力を捜査当局に明らかにさせる事例があった。著名なメキシカンマフィアの指導者であるジョーモーガンが走行中の車からの銃撃をこれ以上行わないようにスレーニョスに命令した。すると、 命令が出た1992年の4月から9月まで、車からの銃撃事件は、それで悪名高かったロサンゼルス東部においてぴったりと亡くなったという。ラエメが命じた、刑務所外での最初の殺人は1971年、メキシカンマフィアの構成員であるアルフォンソ・パチー・アルバレスが、モントレーパークの人通りの少ない場所で東部に2発の銃弾を撃ち込まれて発見されたものであった。 獄中のエメの指導者たちに利益を上げずに、麻薬ディーラーから金を徴収していた彼の違反は、ギャングに、ビッグホーミーズあるいはエメロスとして知られていた。この殺しの責任者は、ジョー、ペグレック・モーガンであった。彼は、大エメの悪名高い白人のゴッドファーザーで、彼はそれによって、公式なメキシコ系ではなかったにもかかわらず、エメの組織全体の最高位のボスに登り詰めた。 メキシコのコカインとヘロインの売人との彼のコネクションは、メキシカンマフィアの勢力をカリフォルニア中に広げる基礎となった。1970年代に、モーガンの後継者であるロドルフォーカデーナの下で、メキシカンマフィアは様々な地域団体にしばしば支配を及ぼした。ギャングはアルコール、薬物予防計画から彼らの犯罪行為へ融資するため資金をフィルターをかけることができた。 メキシカンマフィアとイタリア系アメリカ人のロサンゼルスの犯罪者一家は、ゲット・ゴーイングという納税者が資金提供する薬物治療プログラムからの脱税のために協力した。1977年までにゲット・ゴーイングの設立者、エレン・デリアは、彼女のプログラムが浸透されていることに気づいた。しかし、カリフォルニア州保健副市長官と会見する直前、デリアは殺害された。 彼女の集めたゲット・ゴーイングプログラムへのイタリア系マフィアとメキシカン・マフィアの浸透の証拠が明らかにされることはなかった。エメの幹部であるアルフレッド・アンサー・サンドバル、通称茶とアリゾナ・マラビージャはギルバート・マルティネスとアンソニー・アセベスを射殺した。三人目の被害者であるマニュエル・トーレスは一命を取り留めた。レイ・ウェルズとマリーン・ウェルズの夫妻もまたベルベリア。 パーク内の自宅で銃殺されたアルフレッド・サンドバルもまたこれらの殺人が転機であった現在もカリフォルニアのエメの最高幹部であるアルフレッド・アーサー・サンドバルは最終的に2000年にマリーンウェルズ殺害による死刑判決を連邦第9巡回区公訴裁判所によって覆えさせた1998年合衆国連邦当局は利己法に基づき 強要殺人、誘拐等の罪で、メキシカンマフィアの構成員と協力者22名を、起訴した。逮捕された、構成員の一人であるベンジャミン、トッポ・ピーターズと、権力抗争中であった。別の起訴された、構成員は、映画アメリカン・ミーのコンサルタントを務めたハンギャング、活動家の殺害を計画したとして訴えられた。起訴は、連邦、地方、 州の捜査当局の2年に及ぶ調査を記録した。2006年、メキシカンマフィアの構成員たちに対し36の容疑で連邦裁判所に起訴状が提出された。申し立てられた配下のラテン系ストリートギャングへの暴行、薬物取引、強要などの罪状であった。起訴状によると、メキシカンマフィア構成員は連邦と州の両刑務所内に 暴力や暴力への恐怖を通して影響を及ぼしていたという。ギャングの構成員と協力者は刑務所の内外で犯罪組織に固く忠誠を誓っており、特にロサンゼルスやサンディエゴ等の南カリフォルニアの都市で顕著であった。ギャングは南カリフォルニア中の地下のギャングに対してそのメンバーへの監禁などの暴力への恐怖を通して影響力を与えていた。 保護、税をメキシカンマフィアに払わないギャングと薬物販売人は殺されたり殺害予告をされたりした。1日に23時間独房に監禁されたメキシカンマフィアの幹部たちはしかしそれでもなお刑務所内に張り巡らされた配管を通した手紙で協力者たちと連絡を取ることができた。メキシカンマフィアの第一目標は組織のある 全地域の薬物流通を支配することであった。2012年初頭、サンディエゴ軍のギャング構成員119名が起訴され、その中には警察の抜き打ち捜査によってサンマルコスの自宅で逮捕されたメキシカンマフィアのボスが含まれており、ノースカントリーにおける薬物販売を支配しびすった高知所内にまで広がった複雑かつ組織化された犯罪ネットワークが浮き彫りになった。 ルギィ・エスプードはヒスパニックギャングを支配下に置いており薬物販売人にラエメのミカジメ料を払うかさもなくば問題に直面するよう強要していた地元のギャングは麻薬をメキシカンマフィアに売るためにビスタた工事所内に持ち込んだノースカントリーではラエメはスレーニョスに命じて地元の薬物販売人からミカジメ料を取り立てたメキシカンマフィアに協力する アズーサ13の構成員は2011年に南カリフォルニアにおける黒人への嫌がらせや脅迫の罪で起訴された。ありがとうございます。